香港の民家の門神香港湾茶の民家の門神門神造館国民族村の門神と水蓮門神は中国の仏教寺院、道教道館や住宅などの建物の入り口に立ち門番の役目をする神。検閲を司り役鬼から門を守るとの伝えから春節に中国各地の門戸に貼られる。中国においては寺院、道館にとどまらず民家の門にも 絵画で普及している。邸宅では彩色で直接正門の扉に描かれるが、簡易なものでは木版画として売られ、これを旧暦の新年に際して扉に貼る風習がある。観音開きの軌道が多いため、左右の扉の外に面した側に一体の門神が貼られる、または描かれるのが普通。中国においては民間伝説としてよく知られている。旗宿法と、 上智慶徳がタイで描かれるか、一枚扉の場合は、議長、または、正規が描かれることが多い。朝鮮、台湾、ベトナムなどにも伝播し、素像や絵画として具象化されている。門神の歴史は古く、前身は、豆腐、または、桃板と呼ばれる木であった。豆腐とは、桃の板で製作される筆、正月に、壁舎のために門にかける。古来、 桃の木には霊力があり、悪鬼は非常に恐れると考えられてきた。土作山に大物木があり、樹上に神茶、鬱類の二神がおり、鬼門を監視し、悪鬼を足の縄で捕らえて、虎に食わせたという伝説が三海行にあり、よく知られている。また桃は、五木のせいであり、邪気を伏し、鬼門に生じて、よく百鬼を制するという説も行われている。 豆腐の原型は古代の悪気払いの不術で用いられた桃の木で作られた梱棒を、葉吐き、弓などに遡る。戦国から五冠にかけて桃、校内史東人と称される桃の木の人形が盛んに用いられ、王蜜る論考定期編に県館が役所の門に桃人を飾る制度を述べる。陸長期には桃板が出現する。闘争時代には 桃人は姿を消し、もっぱら、桃板が用いられるようになった。寛大には、魔よけとして飾ることが始まった。桃木には、文字や模様を刻む場合もあり、これが、水田や、年賀の原型となった。南北朝時代以降、紙が広く利用されるようになると、桃木は、紙の年賀や文字にとって変わられた。神田と、写るを描いて貼ることが流行した。 両の僧林の、軽素採事記には、元日に、桃板を作りとにつけ、これを千器という。二神を駅との左右に貼る。左に噛た、右に、うつるい、俗に門神という。とある。東大には、神経と慶徳に変わるなど、時代ごとに歓迎される人物が変化してきた。現在、豆腐はほとんど原型を止めておらず、門神は扉に直接描かれ、 または紙に印刷され、春氏は、公職の紙に、黒字、ないし金字で書かれ、いわゆる紙製の俊殿と化した。ただし、文語で俊殿を投腐ということがある。時代、地域、建物、職業によって、紋身とされる人物は異なり、種類は多いが、主なものとして、次がある。ありがとうございます。